ございます。カツ丼です。ちょっとね、4時半にね、目が覚めました。本当にもっと言うとね、4時ぐらいに目覚めてたんですけど、ちょっと寒くて、またなんかこう寝てる時に勝手に布団をね、なんかこうパーってこうそののけて、寝てたみたいで、で、ちょっと4時ぐらいにね、寒くて目覚めてね、鼻かんでね、まあやってたんですけど、でもなんかその体調が悪いわけではなく、頭がクリアではっきりしてて、まあ、昨日は10時半に寝たんですけど、でも6時間睡眠ということで、4時半起き、まあ、6時間を寝たから、まあいいのかなと。なんで体軽いかっていうと、その昨日ね、2食だったんですよ。ご飯2食。今まで3食以上食べてたんだけど、2食にして。それでまあ量もそんなに食べなかったから、体を、ね、今日次の日体軽いのかなってね。っていう感じですね。今ちょっと静かに喋ってますね。って感じで、ちょっとね、まあ日中眠くなるかわかんないけど、とりあえず頭が冴えてクリアなんでね、4時半に起きました。ちょっと片付けとか読書とかね、まあしようかなと思います。まあダイエット企画ね、始まりましたし、ちょっと今日のね、メイン動画、で、まあ、おととい生放送やったから今日はちょっと動画アップしようと思います。今日生放送なくていいかな。今日はちょっともう早速ね、こう、糖尿病のね、予防のレシピでもなんか作りたいなと思ってね。まあ、安い材料のやつを、まあ、ちょっとなんかこう、まあ、スーパーで買ってきて、なんか、まあ、作る動画やってみようかなって。まあ、美味しければいいよね。あんま美味しくないと続かないからね。心も満たしていく必要あるからね。まあ、ダイエット企画始まりましたけども。まあね、その、まあ、食事制限。大事だけど、その中でもやっぱ美味しく、心を込めて、美味しく、心も満たされる食事っていうのはやっぱり作っていかないと続かないからね。あ、体重測ってみるか、体重。その下着と T シャツ1枚になってから体重、測るから、ちょっと待ってて。いで。まあね、早速。忘れたけど、今でも朝だから、夜と朝って結構体重ね 500g ぐらい違くて、朝の方が軽いんですよ。朝、じゃあ今度から朝測るようにしますよ。今日はね、今日はね、2022年の、11月、11月だっけ、2022年の11月4日の朝、81kg。あれだな、スマホ持ってるから、スマホ 200g ぐらいだから、マイナス 200g で 80.8kg ってとこだね。よし、ってことでね、まあ、二度寝するのもあれなんで、ちょっとね、いろいろまあその掃除とかお茶飲んだり、ナッツ食べたり、読書したりとかしようと思います。カツ丼でした。ナッツうまい。